はい、こんばんは。こんばんは。始まりました日曜日のインスタライブ。イエーイ。はい、本日はですね、ラストフレームより22AW の新商品が入ってきましたので、そちらのおすすめのバッグをご紹介したいと思います。はい。はい、今回はバッグですね。はい、バッグです、ね。主にバッグの入荷になってます。バッグの紹介です。はい。それぞれ持ってるんですけど、これね、多分全部新型？いや、これはあれか。新色。新色だ。うん。そうですね。とかを中心に。はい。撮ってみました。はい。はい、では、こちらからいきます。はい。はい。ラストフレームのこちらが、帯バッグになっております。はい、というのもですね、すいませんですね。ここはもう取れなくなっているんですけど、帯の結び目のような取っ手が特徴的なバッグで、もう名前が帯バッグっていう名前になってます、はい、こんな感じで、これすごいんですよね、編み方がね。うん、もう、あ、でもこれはあれか、そんな感じ。一応こういう感じで、何かこういうボタンがついているわけではなく、普通にこうペラってめくって入れていただくものになります。これ私も帯バッグではないものを実際買ってるんですけど、特徴的な部分が縦には伸びにくくて、横にはすごい伸びるっていうのが編み方の特徴になってます、うん、っていうのもなんかニットバッグって安いものとかやったらね、重いもの入れたらすぐ伸びてしまって、もうビヨーンって伸びきったままになってしまうのが多いと思うんですけど、ここのラストフレームのバッグはその編み目がしっかりしている分伸びにくい、はい、うん、のが特徴です、はい、でこれこっちが一応ブロックチェックで、うん、これが新色ですか、はい、サックスとネオンオレンジの2カラーになってるんですけど、実はこちらもございます。ツートンの方です。こっちが一末帯バッグっていう名前で、こっちがツートン帯バッグです。これちょっと比べてもらったら分かると思うんですけど、オンラインショップのね、そのサイズにも分かるんですけど、ちょっとだけ大きさ違います、はい、こっちの方が小さめ、ちょっとね、ちっちゃいですね。確か高さと横が13センチだと思います、こっちが、はい、はい、こっちが17センチとみたいな感じ、ちょっとだけ大きいサイズになってます、うん、どのぐらいの容量ありますか、こっちの方で、そうですね、何、あ、じゃあちょっとかがりゆうすけで試してみましょうか。あ、すいません、ミニ2つ折りの小さい財布とペットボトルの小さい方が入りそうで、三つ折りの財布が、まあ、これぐらいとして、これが口がまずちょうどこの三つ折り財布が入るぐらいの口になってて、で、まあ、マチがね、うん、結構あるんですよ。なので今財布入れた感じで言うとこんな感じ、中身見ると、なのでまだ全然入りそうな感じがします。で次携帯入れてみますね。こっちはもうちょっと広めなんですよね、三つ折り財布入れて、まあ全然さっきのよりは全然余裕な感じで、まあでもこれも何が入るって言われたら、ペットボトルとかも小さい方やったら全然入るかなって感じで、あ、はい、携帯入れると、これ iPhone の12とかやったと思います。携帯入れてもまだまだ入りそうな感じするっすね。サングラスとかも入りそうですね。うん、横があるから横伸びるんで、メガネケースとかも入ると思います。なので容量で言うと、普段ちょっとしたお出かけ、まあもちろん旅行とか厳しいし、何か物買ってたくさん入れるには向いてないですけど、うん、ちょっとこう街に出かける時とかには十分なサイズだと思います。携帯、財布、あと多分まだタバコとかも全然容量入りそうなんで、タバコ吸う方だったらタバコとか、基本的にもちろんそうやな、うん、あとサングラスの、今だってね暑いからサングラスのメガネケースとかぐらいだったら結構十分入ると思います。全然いけます。こっちでもね、その感じなんで、その倍は多分入ります、ね、こっち今500のやつ入れてます。おお、縦にはちょっと蓋がちょっとこうペラってなっちゃうんですけど、斜めに入れると全然余裕で閉まります、うん、はい、こんな感じ、500がこう斜めに入ってる感じですね。
でも頑張ったらこの横に入れれそうな感じです。確かに確かに、はい、これにプラス財布携帯とメガネケース全然余裕で入るサイズ。もうちょっと荷物少ない人でこっちでいいんじゃないかなっていう感じです。そうですね、まあ、ペットボトル持ち歩く人やったらこっち、うん、で別になんかそんな大丈夫かなっていう人は、こっちでもう十分なサイズになってます。はい、こっちだとペットボトルあのミニサイズ半分サイズじゃないと厳しいかもしれないです、うん、ちょっとっていう感じですね。で今回ね、今こうバーッと見てもらってると思うんです。これ全部新型なんですけど、一応市松タイプの入荷はこれだけかな。はい、そうです。はい、になってます。で定番があのちょっと残ってるので今ある感じなんですけど、一応、うん、帯バッグのみの市松になってます。で、市松も帯もザ日本語だと思うんですけど、うん、あの日本の伝統を継承していくっていうのをコンセプトに、未来へ継承するっていうのをコンセプトにしてるから、あえて市松そして帯っていうのを言葉に残して、アイテムとして展開されてるものになってます。ザ日本らしいラストフレームっぽいようなアイテムですね、うん、ぜひチェックしてみてください。これ値段27,000円のタックスに、これどっちも同じ値段やと思います。同じ値段ですね、大きさ違うんですけど、はい、になってます。はい、ちなみに、はい、すいませんでした。どうですか、ちなみにツートンの方が、1個ずつ、もう1個ずつになるんですけど、黒の方はツートンなんで、やっぱり表が黒の中が白、うん、はい、でこちらが表アイボリーの、まあ、白の中ダークグリーンです。黒じゃないんで、これちょっと可愛いポイントです。うん、うん、かわいい。であと一応全部洗ってもらいます。あの洗ってもらっても大丈夫のような、すごい丈夫な作りになってるので、まあ白ね、汚れ気になる人とか全然、確かに、まあ、全部白あるんですけど洗ってもらっても大丈夫なので、そのあたりは気にせずガシガシ使ってください。はいはい、 OK、 はい、大丈夫です。はい、次ストライプ。ストライプはもう最初からずっと出てるんですけど、うんうん、今回この、アイボリーブラック、うん、ホワイトブラックとピンクとレッドの2色になってます。で、はい、あ、これでも名古屋に1個あったな、マーケットタイプ、あ、そうだ、ね、あります。これはあの定番のこうマーケットタイプ、マーケットバッグタイプ、ショッピングバッグのような感じの、エコバッグのような感じの形になってて、でラストフレームといえばこのさっきのね、ホワイトグリーンとかこのオレンジとのサックスとか、結構そのビビッドな色使いとか、色使いがすごく上手なブランドだと思うんですけど、今回はこのピンクと赤、同じような同じ赤系統の色の中でもネオンピンクと普通の赤を組み合わせたタイプのものになってます。うん、結構ね、今こう僕デニムと合わせてるんですけど、デニムとかとね逆色で合わせると映えますね。ね、映える感じになると思うので、うん、なんかこうね、青っぽい服装の中に差し色で使ってもらえるといいのかなと思います。あと定番のね、この白黒のタイプはどっちかな、これはもう皆さん合わせやすいと思うので、結構毎シーズンすぐなくなっちゃう色味なので、これはまあ気になる人はぜひ、うん、この前買えなかったからっていう人は確かね、何人かいたと思うんですよ、ストライプタイプは。なのでぜひこちょ早めにチェックしていただけると嬉しいです。で、このレザーのストラップ、今日もお客さんに言われたんですけど、取り外しが可能になってて、この部分、金属の金具部分で、よいしょ、こんな感じで外してもらうことができます、うん、よいしょ。で、ブランドのおすすめの使い方が、まあ、もう一個あって、こう口がね、これね、ドットボタンとかもないので開いてる形になるんですよ。なので一回重ねて、もう一度これを中に、一回重ねておこうか。で、ギュッとして封をしまうとちょっと巾着っぽくなる、うん、でこの合わせをなんか今シーズンからちょっとブランドで押していきたいっていうことで提案されたので、ぜひよかったらあの外してこうやって巾着っぽく持って手に
ね、こう重ねててもいいですし、うん、こう普通に手で持ってもらってもいいですし、いろんな使い方ができるので、なんか応用させて使っていただけると嬉しいです。あと昔から僕たちがやってるここに90のねスカーフつけて斜め掛けとかもできる、うん、すごく応用の効くカバンになってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、最後これですね。はい、これが初めて撮りますね。うん、てかまあ初めてかな、これがあれや、ちょっとこう大きめのタイプ のチェックになります。で、色味が白黒とネオングリーンとグリーンになってます。かわいい。これも同色ですね、さっきのあの、ね、確かにネオンピンクとレッドと一緒で同色の形で撮ってますね。はい、名前なんか マクロマーケットバッグ、うん、ね、になってる。結構面白いこのね、うん、幅が全然ね、このあよいしょ、なんかそれでこそこの下の部分をでっかくしたバージョン見えませんね、ここの部分 をかなりこう広げたみたいな、広げたような印象のチェックになってます。結構大きいのとちっちゃいので印象も本当に全然違うんで、なんか大胆な感じが好きな人はこっちの方がいいでしょうし、うん、さらっとね、あのファッション的にスタイリングで使いたいなっていう人とかは、色をね使いたいなって人とこのぐらいでもいいのかもしれないですね。はい、の柄になってます。で、こことカツラが持ってるのと僕が持ってるこのストライプは24,000円のタックス、うんうん、で26,400円の税込みになってます。はい、で、それは今までのこの一末と変わらないので、この形は基本的に24,000円だと思っていただけるといいのかなという感じですね。で、さっきちらっとリンゴが言ってましたけど、リンゴが自分で買ったのがこの、持ち手部分がニットになってるものなんですけど、これがもうちょっと価格が安くて、はい、21,000円です。21,000円のタックスになってます。うん、私は柄違いを買ってます。柄違いね、もうないんですけど、すみません。あとこれがもう3つ束になってるので、うん、これもぜひお早めにチェックしてください。そして同じ形でちょっとまた特殊なものがあって、このメッシュタイプ、穴が開いてるものもあります。お、ありがとう。これはツートーン、さっきのね、この帯バッグのものと同じ手法、編み方のものなんですけど、うん、それをさらに特殊な編みでこう穴を開けたような形のバッグになってます。これもね、結構中身も見えちゃうんですけど、すごくファッション性の高いものなので、うん、ぜひスタイリングに使っていただきたいものになってます。ん、これラス1、ラス1になってます。はい、で、あとちょっと大阪店はなくなっちゃったんですけど、オンラインショップ掲載しているので、うん、ぜひ見てほしいのがこの水色サックスとオレンジのこの形ですね。これもあのマーケットバッグも入ってるので、この色でこの形が欲しいなって人はあと1点、大阪ですぐ売れちゃってなくなっちゃったんですけど、名古屋にまだあと1個あるので、ぜひ名古屋店の人はチェックしてもらったりとか、大阪の人でもあのお店で見たいなって人とかも取り寄せとかもできるので、全然お気軽にお問い合わせいただければなと思います。はい、はい、以上ですね。 MSU の 22AW の入荷はいつからですか？7月の30日の土曜日です。はい、土曜日やんな、30日、ほんまにギリギリ7月です。ギリギリ7月です。はい、めっちゃ入ってくるので楽しみにしててください。と、別の人はおすすめのデニムありますか、今後入荷予定のとかでも大丈夫ですって聞きます。おすすめのデニム、今後入荷予定やったら、まあまだ持ってない人にぜひ手に入れてほしいのがシュガーヒルのクラシックシリーズのデニム、まああれはこうずっと定番で出続けてるので結構まあ合わせやすいっていうのがあったり、まあこれですね、この形のものですね。はい、あが予定では一応7月なんですけど、ちょっと遅れてるかもしれなくて8月ぐらいに入ってきます。で、先ほどご質問いただいた MSU の 22AW から、デニムのワイドの、ね、うん、バギーのタイプと、あれかわいい、すごく細くて膝に穴が開いてるデニムがあるんですけど、それがちょうど7月の30日の入荷で入ってきます。確かに。で、
あ、そうそうそう、あのウォレットチェーンの転写がついてるものなんですけど、それすごくかっこいいので、ぜひ、数はね、あのその10本もないんで、確かになかった気がします。両色合わせて、両タイプ合わせて10本もないので、ぜひお早めにチェックしてほしいんですけど、それが7月30日になってます。あとデニムはうち基本的に結構数あるので、オンラインショップね、見てもらってチェックしていただけるといいかなと思います。はい、見てみてください。はい、はい、ありがとうございます。以上です。以上です。はい、か、はい、か。はい、では本日もありがとうございました。ありがとうございました。またあのすぐ売れちゃいそうなんです、 見に来てください。はい、はい、ではまたお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、お待ちしてます。